ウィリアム・ジェームズ、ウィリアム・ジェームズ、ウィリアム・ジェームズ、1842年1月11日から1910年8月26日は、アメリカ合衆国の哲学者、心理学者である。意識の流れの理論を提唱し、ジェームズ・ジョイス、ユリシーズなど、アメリカ文学にも影響を与えた。パースやデューイと並ぶプラグマティストの代表として、知られている。弟は、 小説家のヘンリー・ジェームズ。著作は哲学のみならず心理学や生理学など多岐に及んでいる。日本の哲学者、西田喜太郎の純粋経験論に示唆を与えるなど、日本の近代哲学の発展にも少なからぬ影響を及ぼした。夏目漱石も影響を受けていることが知られている。後の認知心理学における記憶の理論、トランスパーソナル心理学に通じる。 宗教的経験の諸層など様々な影響をもたらしている。ジェームズは1875年にはアメリカで初の心理学の講義を開始し研究室を設けた。ドイツのビルヘルム・ブントが研究室を用意したのはこの4年後の1879年である。ジェームズは新学者の長男として1842年ニューヨークに生まれた。 1855年、裕福な一家はヨーロッパへ移転し、パリ・ジェノバなどで過ごす。年後の弟、ヘンリー・ジェームズは有名な作家となった。自由な家庭の雰囲気の中で育ち、7歳から3年間賞学校に通って、以降、大学までは学校教育を受けていない。1858年にアメリカへ帰国する。 1860年に画家を志し、米国一流の画家であったウィリアム・モリス・ハントの門に入ったが、半年で才能がないことを自覚して断念した。1861年に南北戦争が勃発するとジェームズは奴隷制度に批判的であったにもかかわらず、北軍への参加を躊躇する。結局、従軍するか否かを迷っている間に南北戦争が終結してしまい、 このことがジェームズに深い苦悩をもたらす。その後、シラキューズ大学を卒業する。1865年に、博物学者、ルイス・アガシのブラジル探検に参加した。そこで、生物学に興味を持つようになり、ハーバード大学で医学を学び、解剖の技術を身につけ、1872年に学位を取得した。ハーバード大学で、生理学、解剖学や、 心理学を講じる。1875年には、アメリカでは初めて心理学の実験所を設立、米国の心理学の祖となる。同年に、ドイツで、ライプツヒ大学の哲学教授となり、実験心理学を打ち立てたのが、ビルヘルム・ブントである。1878年には、スタンリー・ホールに、アメリカで、最初の心理学の博士号を授与した。ジェームズはやがて、 スペンサーの哲学、社会進化論やシャルルルヌービーの思想に興味を抱き、生理学だけでは人間の精神状態を解くのに十分でないと疑問を抱き始め、哲学の道を歩むことになる。心理学の研究と並行して、1880年にはハーバード大学で哲学の助教授に、1885年に教授になる。ジョージ・ハーバート・ミードも、 彼の講義を受けた一人である。1890年には、彼の記念碑的研究書、心理学原理、1897年に講義録、信ずる意志、1901年に宗教的経験の書籍をそれぞれ刊行した。1904年に、純粋経験の世界、1907年に、プラグマティズムを刊行、当時のアメリカを代表する哲学者になった。心理学の面では、 彼の誘いで、ヒューゴー・ミュンスターバーグが1897年に、ハーバード大学の応用心理学の教授となった。1910年に、心臓病で死去したが、その後遺作といえる、根本的経験主義、1912年、哲学の小問題、1911年が刊行された。生涯の多くを、ハーバード大学の教授として過ごした。また、 ヨーロッパ各地へ旅行し、フランスのアンリ・ベルクソンやウィーン学派の人々などとも交流を深め、自身の哲学にも影響した。ジェームズを通して、シャルル・ルヌービエ、ホッ、ジスン、フェヒネル、パース、サンタヤナ、パピニ、シラー、デューイ、ミュンステルベルク、パウルゼン、ブートルーなどの新旧の思想家がアメリカ学会に紹介された。当時アメリカで出版されたばかりの内村勘蔵。 世は、いかにして、キリスト教徒となりしかに、興味持ち、それを推薦した人からもらった、感謝状が残っている。教師としての業績も卓越しており、ソフトで魅力的な語り口のジェームズの講義は、当時の学生たちを引きつけたと言われている。著名人では、作家のガートルードスタイン、ジャーナリストのジョンリード等が講義を受けている。最高裁判事として、 有名なオリバー・ウェンデル・ホームズ・ジュニアなどと信仰があった。ジェームズは生理学、心理学及び哲学におけるまたその間の最小の思想家であると言われる。ジェームズはパウスと共に徹底的に新しい哲学思考法に聖地化される親しみやすい姿勢を具体化するもの及びディレンマを解決するものとしてプラグマティズムを見ていた。1910年の著書 英文で次のように書いている。ジェームズは、対象間の関係は、対象自体と同じくらい現実であると主張する。その徹底的プラグマティズムでも有名である。また、真理には、実際に、複数の正しい答えがあると考えることでは、多言論者でもる。真理の対応理論を拒否し、真理には、信念、世界についての事実、その他背景的信念及びこれら信念の、 将来的結果を含むと主張した。ジェームズは、その後半生で、究極の実在はある、種のものであり、精神的でも、肉体的でもないという見解である中立一元論を採用するようになった。超常現象に対しても、興味を持ち、それを信じたい人には、信じるに足る材料を与えてくれるけれど、疑う人にまで信じるに足る証拠はない。超常現象の解明というのは、 本質的に、そういう限界を持っていると発言。コリン・ウィルソンによって、これを、ウィリアム・ジェームズの法則と名付けられた。ウィリアム・ジェームズは神秘体験の四つの特徴として、1、言語化できず体験した本人にしかわからない、2、認識的性質つまり、心理の深みを洞察する、3、暫時性つまり長時間続かない、4、受動性つまり、自分の意志の働きがなく高貴な力に、 掴まれているように感じると定義している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。